はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、久しぶりにちょっとね、雑談フリートークをねしていこうと思うんですけども、今回のテーマはですね、カメラになります。はい、ちょっとねカメラ最近ですね、めちゃめちゃカメラ業界盛り上がってますよね。いろんなまあ新型のカメラとかが発表発売がされておりまして、カメラ好きたちがね、どれを買おうかと今ね一番この頭を悩ませている時期なんじゃないかなと思います。はい、で、渡辺も、ね、もちろんですねカメラ大好きでございますので、頭悩ませているんですよね。で、まあ、一番最近購入したカメラといったら今使っているんですけども ZV-1 ですね。これが一番最近購入したカメラです。はい、まあ、こちらに関してはですねレビュー何本か出しているんですけども、非常にコンパクトでサブカメラとしては抜群のこの性能ですね。で、やっぱり一番熱いポイントはこのバリアングルですよね。バリアングルがついたことでこの YouTube 用のカメラとして非常にこの使いやすいというところがあります。まあ、ZV-1 ね今非常にお勧めしているカメラでもありまして、これね実は買い増ししようと思ってたんですよ。はい、買い増ししようと思ったんだけど全くもう今ね在庫ないんですよ。どこ見てもネットショップ系はもう全滅ですね。はい、もう 2,3 週間待ちみたいな感じになってて今ね追加で購入しようと思っていたんですけども今買えないという状態に今なっています。っていうぐらいに ZV は人気です。はい、っていうところでね、まあカメラ購入もしてるんですけども今回ですね買い替えたいなと思っているのは、メインカメラなんですよ。まあ、今回は、まあ、渡辺が使うメインのカメラですね、特に YouTube 用のメインカメラとして、今買い替えようと思っているっていうねお話について、していこうと思います。いってみましょう。はい、ということで、カメラですね。まあ、最近ですね発表されたカメラといったらまだ私のチャンネルではね一言も名前すら出してないんですけども、キャノンの EOS R5、 EOS R6 が、まあ、先日ですね発表されましたよね。はい、私発表された時はねちょうど撮影に行ってる時に、発表されてたんですよ。はい、ちょうどあの夜景を撮りに行ってた時ですね。夜景写真とかねこんな感じで、撮影に行っていた時に、ちょうど発表がされていました。実はねあの時に発表されることは知ってはいたし気になってもいました。実はですねあれ発表前の時点でキャノンさんの方からですねあの声はかかっていまして、もしよければこの発売前に実機を触る機会があるので来ませんかっていうねご連絡とかもあったんですけども、まあ東京なんですよね。まあちょっとねさすがに今北海道から東京にまあちょっとカメラを触りに行くためだけに行くっていう感じでもなかったので、まあちょっと今回は行かなかったんですけども、まあ EOS R5、EOS R6 も気になっていますよというところです。まあ、特に EOS R シリーズはですねやっぱりいいなと思うのはバリアングルですよね。 YouTube 撮るときにバリアングル液晶がついてると非常にこの撮りやすい、というところがあります。まあ、やっぱりどういう風に映ってるのかっていうのが撮影しながらも確認できるのですごく、まあ、そこはいいなっていうところと、まあ、もちろんなんですけどもフルサイズセンサー搭載されてますよというところで、まあ、画質もいい、背景もしっかりボケる。で、今回の EOS R5 は 8K 動画も撮れるってことですよね。で、まあ、8K 動画に関しては、まあ、すごいなとは思うんですけども、まあ、現実的に普段この YouTube 動画を撮る上で 8K 動画で撮って何かするってことは基本ないと思うので、まあ、そこはまあいいかなと思うんですけど、あと魅力に感じているのは手ブレ補正ですね。ソニーのカメラ今使っている α9 とか、あとここにもあるんですけども α6600 とか、まあ、一応手ブレ補正は入ってはいるんですけどもあんまり強くはないんですよね。特に動画を撮る時の手ブレ補正っていうのは、まあ、強くないっていうか弱い部類に入ると思います。なので Vlog とかを撮る時に普通の三脚とか手持ちで撮ると結構ガタガタの映像になります。なので、まあ、ジンバルを使うとかっていう形になってくるんですけどなかなかね、取り回しというかそこは良くないので、まあ、固定して使う分にはすごくいいんですけど手ブレ補正は強くない。で、まあ、EOS R5、R6 はですね最大8段分の手ブレ補正がついているということで、ジンバルなしの運用でも結構滑らかな映像とかを撮れるんじゃないかなっていうところで、結構そこも魅力に感じてます。まあ、EOS R 系の話はですね、まあ、カメラ系の YouTuber さんがすごくたくさん詳しい話を出しているので、まあ、詳しい話はここではまあ割愛するんですけども、簡単にまとめますとEOS R5 が高解像度なんですよね。4500万画素っていう、ね、超高解像度の、まあ、写真が撮れると。で、EOS R6 が、まあ、高解像度ではなくて高感度の方なんですよね。暗いところでも明るく綺麗に撮れますよっていうところが EOS R6 になります。R6 の解像度が2010万画素ですね。
まあ、実際2010万画素って、まあ、全然問題ないというか十分すぎる性能だと思いますし、むしろまあ高感度に強いってことは、暗所での撮影とか動画に強いってことになるので、 YouTuber 的にはですね R6 の方が向いてるのかなっていうふうに個人的には思います。まあ、お値段の方もですね R5 が45万円で R6 が約30万円ってことで15万円ぐらい差があるので、まあ結構その15万円って差が大きいですよね。15万円あると、まあ、結構いいレンズ1本買うぐらいの違いがあったりするので、そう考えると R6 にしてレンズを1本買うっていうのが、まあ、いいのかななんて思いつつ、まあ、情報を見てるんですけど、1個ね、どうしてもちょっと引っかかるというか気になるポイントが、動画の連続撮影時間の制限があるらしいんですよね。キヤノンの EOS R5 と R6、30分制限があるので30分以上は連続で録画ができないっていうね、問題があります。まあ、EU の関税の問題かと思うんですけども、まあ、30分制限あるんですよね。でそこが、今回ですね一番この、まあ、R5、R6 で買い替えにはちょっと至らなかったというか買い替えようっていうところにブレーキをかけてしまったポイントでもあります。はい、今ですね、ちなみに私が使っているメインカメラはこちらなんですよ。はい、α9 ですね。ソニーの α9 を使ってます。でレンズは 35mmF1.4 のレンズなので、まあ、かなりこの背景とかボケるレンズを今使っていて、基本的にこの映像とかには満足しているし、フォーカス性能とかは抜群です。 α9 って言ったらまあソニーのまあ旧フラッグシップなので、まあ、性能的にはまだまだ現役でいけます。このね、フォーカスのこの速さ安定性ですよね。はい、こういうところですね。こういうところすごくいいんですけども、まず α9 もですね動画の30分制限があるんですよ。だからこのトーク動画とかで長々喋っているとブチッと30分で切れてしまうんですよ。だから、まあ、いい感じのところでちょっと一旦後ろに回ってですね録画を停止してもう一度開始っていうふうに普段からやってます。はい、そういう感じで運用してるんですよ。でその点ですね、今 α9 を撮影している ZV-1 に関しては、30分制限がないです。で、なんならこの今持っているソニーの α6600 の方も30分制限がないんですよ。なのでこの2つに関しては、まあ、ずっと長々ね、喋っていても、まあ、安心して使うことができるというところですごくいいんですけど、メインの α9 だけ今ね30分制限があるっていう状態なんですよ。で、私の場合ですね、レビュー動画とかを出すときに、まあ、2台体制、3台体制でよく撮影します。で、マルチアングルで編集とかするんですけども、ZV-1 と α6600 は、まあ、回しながら、ずっと回してても大丈夫なので、特に時間は気にしないんですけど、α9 だけ、まあ、メインで使ってこっちのカメラだけ30分制限あるんで、ZV-1 とかに表示されているこの時間を見ながらですね、まあ、今29分ぐらいだ、やべっつって後ろに回ってって α9 だけ1回切ってもう1回録画っていう風にしてですね、そのまあ2つに分かれたファイルをまあ編集でガッチャンコさせて、まあ、全てのカメラのマルチカメラの編集とかをやっていくんですけども、それがまあ一つ、まあ、ストレスポイントですね。できれば3台体制でよく撮影している時に全てのカメラがこの動画の連続撮影の時間っていうのがないのが一番好ましいなと思っています。なので次にメインのカメラを買い替えるときは動画の連続撮影時間は30分制限とかはないものを買いたいとずっと思っていました。まずそれが一つですね。であともう一個ねポイントなんですけども、バリアングルはやっぱり欲しいなと思ってます。はい、ちなみに今は、まあ、α9 の方はバリアングルがついていないのでこんな感じですね、ブラックマジックデザインのビデオアシストっていうねモニターを使ってます。はい、こちらで、まあ、音の、ね、この波形とかも出ているし、モニターを、ね、確認しながら今使ってます。まあ、実際これですね、このモニターを使ってこの今撮れてる映像を、まあ、キャプチャーできるので、これで30分制限なく使うことはできるっちゃできるんですよ。なのでそれでもいいんですけども、まあ、やっぱりねケーブルが必要じゃないですか。この、まあ、電源もそうだし、このケーブルでね常にこう繋がっているんですよ、こうやって。なのでそうなってくると、
位置を変えたりとか持ち運ぶっていうのがちょっと、まあ、難しいですよね。ちょっと手間になっちゃうっていうのがあります。で、まあ、α6600 とか、まあ、これチルトなんですけども、自撮りできるようになってると、まあ、ちょっとこれを持ち出してですね、そっち側のアングルで、動画を撮影するときとかに、モニターとかをつけなくてもこれだけで撮れちゃうので、その辺すごくいいんですけど、やっぱりバリアングルがあると、まあ、外部モニターとかをつけなくてもですね、まあ、普段運用がまあできるかなと思って、まあ、より気軽に、まあ、より幅広い撮影ができるかなと思って、バリアングルも、まあ、次にメインを買い替えるなら欲しいなと思っていたところでございます。で、ここからがね、実は本題なんですよ。ここまでちょっと前置き長っていう話なんですけど、ここからが本題なんですけど、今年2020年7月の29日に発表になると言われております。実際28日の夜にかな、発表になると言われているのが α7S3 というソニーのですね、最新のフルサイズミラーレスカメラがですね、発表になると言われています。はい、これも公式でおそらくこの発表のまあ情報が出たんですけども、ついにですね、ソニーの今使っているこちら α9 ですけども、 α9 の後継ではないんですけども、まあ、それに近い形の、まあ、ソニーの新型のフルサイズミラーレスカメラが、まあ、出ますよというところで発表が、まあ、もう少しであります。ちょっとそれをですね、今本気で、ちょっと狙っているというところでございます。はい、ここまで α7S3 の名前一回も出てなかったですけども、まあ、ついに出たんですけど、α7S3、ちょっとね、欲しいなと思ってます。はい、ということで、まあ、なんで欲しいのかというところと、何が良くなるのかっていうところをね、お話ししていくんですけども、まず α7S3 の言われている、まあ、スペックをね、ちょっとこんな感じで出しますけども、まず動画性能ですね、4K60p いけるらしいですね、本体の記録で。で、あとは HDMI 経由の記録で 4K120p が、まあ、撮れるということらしいので、まあ、解像度の高い動画の滑らかな映像が撮れるというのがまず、まあ、非常にね、すごいポイントになります。α9 は 4K30p までです。なので、まあ、動画性能に関してはもう α9 よりもやっぱり 7S3 の方が高いんじゃないかなと思います。ちなみに画素数は1200万画素ということで、まあ、一見するとね、結構画素数ってまあ低いんですよ。まあ、一見するとっていうか低いんですけども、動画を撮る上で、まあ、この1200万画素っていう画素数が、まあ、低いからそれが問題になるかっていうとそうではなくて、まあ、逆にですね、メリットになるポイントがあります。まあ、それがですね、 7S シリーズの、まあ、一番の特徴の暗所に強いっていうところですね。はい、高感度性能が高いので、まあ、暗所に強くて暗いところで撮影した時に、まあ、綺麗に動画を撮れるよっていうのが 7S シリーズの、まあ、特徴になります。なので、まあ、夜景の動画とか、まあ、夜間の動画とか、まあ、室内でも綺麗に撮れるし、光の少ない場所での撮影に適しているというところですね。まあ、星景とかを、ね、撮りに行くのもちょっと面白いかなと思っていたりします。まあ、それだけだと、まあ、買い替えには至らないんですよ。今回ちょっと渡辺をですね、この動かしているポイントがですね、まず一つがバリアングル液晶が搭載されるという噂が出ています。はい、まだ噂レベルなんですけども、 7S3 はですね、まあ、ZV-1 のようなあのバリアングル液晶が搭載されるっていう話があります。なので、まあ、こういうことですね、こういうことができるようになるソニーのフルサイズミラーレスがついに登場するという話ですね。だから ZV-1 はね、やっぱりその予行演習的というか、この初めてこのバリアングルの、ね、ソニーの、ね、カメラが出るっていう、ね、その予行演習的なところもあったのかなっていうところもあるんですけど、まあ、ついにね、α7S3 これがね、つくよという話です。で、それからですね、α7S3 はですね、動画の連続撮影時間が30分以上いけるということですね。だから制限なしで、まあ、長い長時間の動画を撮ることができるということも言われてます。はい、となると、もう渡辺がちょっと買い替えたいと思っていた2つのポイント満たしちゃってるんですよ、この α7S3。 はい、これはね、ちょっと熱いですよね、本当に。で、オーバーヒートなしっていう話もあるので、まあ、熱で、録画がストップしてしまうっていうような問題とかもないらしいですね。うん、まあ、ちょっとこのあたりは、実機で試さないとっていうところなんですけども、まあ、実際この α9 も30分ギリギリまで撮ることは何回もありますけど、熱で落ちたりとかはないし、まあ、α6600 も ZV-1 も熱は大丈夫なので、まあ、問題ないかなと思うんですけども、まあ、要は高画質で連続撮影ができるということです。これはちょっとね、欲しいポイントだなと思ってます。で、あとはですね、 EVF が944万ドットということで、超高解像度の世界最高の解像度の EVF が搭載されるということで、これはね、撮影するときにかなり、ね、役立つんじゃないかななんて思っています。
っていうところですね。はい、結構このソニーファンはですね、α7S2 の後継機、まあ3がですね、いつ来るんだってね、ずっとこの待ち望んでいたところでもあるんですけども、まあ、いよいよ、まあ、7月の、ね、後半にですね、出るんじゃないかと、まあ、発表があるということが、まあ出ています。まあ、発売は8月中なんじゃないかって言われてますけども、まあ、そんな感じでちょっとね、まあ、いよいよちょっとメインカメラを変える時が来たのかなっていうところで、本当にちょっとワクワクしております。はい、ということでまとめになりますけども、まあ α7S3 ね、すごく欲しいです。めちゃめちゃ欲しいんですけども、まあ、実際買い替えるかどうか購入するかどうかっていうのは、ちょっと価格を見たりとか、あとは今出ているこの噂通りというか、いいなと思ったポイントは少なくとも満たしているっていうのはもちろん条件になります。でその上で、現実的にちょっと手が届きそうな範囲の価格だったら、買いたいなっていうふうに思ってます。これね、50万以上とかなったらちょっと厳しいですけど、まあ30万台とかあったら、ね、できれば、嬉しいんですけど、まあ、40万以上とかいくのかなとちょっと思いつつも、はい、価格がどのぐらいなのかっていうところは、まあ、購入するかどうかの、まあ、一つのポイントですね。で、あと、まあできることならですけど、 USB Type-C 対応してほしいなっていうところはあります。ソニーのカメラなかなかね、 USB-C を搭載しないってことが多いので、USB-C 搭載されたら嬉しいなっていうところはあります。α9-2 は USB-C とマイクロ USB 両方ついてたんですよね。一回ちょっとソニーさんからお借りして α9-2 は使ったことありますけど、そんな感じで両方ついてるか、もしくは USB-C になってるかでもいいんですけど、そこもちょっとね、改善されたら嬉しいかなっていうふうに思います。で、あとやっぱりね、この α7S3 がいいなと思うのは、今ソニーの α9 使ってますけど、 E マウントっていうことで、まあ一緒のレンズが使えるんですよね。で、私の場合はですね、まあ、こちらにですね、レンズ資産がたくさんあります。これまあ防湿庫になるんですけど、ここにですね、ソニーのレンズたちがね、いっぱいあるんですよね。こんな感じで、まあ、ここにもあるし、よいしょ、まあ、もちろん今使ってるこのレンズもあるし、まあ、ソニーのレンズ共通して使えるんですよね。そこも大きいかなと思ってます。っていう感じでございます。皆さんカメラの方ね、盛り上がってますけど、いかがでしょうか。私はちょっとね、今一番購買意欲が高まっているのは α7S3 になります。はい、まあ、8月発売なら、実はね、渡辺の誕生日8月なんですよ。なのでちょっと自分への誕生日的な感じで購入しても、まあ、ありなんじゃないかなとちょっと思ってるんですけども、はい、そんな感じで、まあ、ちょっと頭を悩ませております。ちょっと散財の予兆ということで、まあ、もしね、これ買うんだったら久々にちょっとね、大掛かりというか、まあ、大きい買い物になるので、ちょっとこれはまあ楽しみでもあるし、ちょっと気を引き締めて頑張んないとなっていうところもあるんですけども、そんな感じでございます。皆さんもし気になっているカメラとかありましたら、ぜひコメントください。あと α7S3 すごく気になってて買いたいよって思っている方もいらっしゃいましたら、ぜひコメントください。この動画が良かったら高評価ボタン、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。